ダイオルダは13世紀頃に南ロシアのサライを首都として存在したジョチケ党首の政権でジョチウルス末の国家の故障。またの名は黄金のオルドといいジョチウルスの系譜を継いだ政権であった。領域は南ロシア、キプチャク草原のステップに至った。先代のジョチウルスの支配地域。ダイオルダの支配領域は現在のカスピ海、南ロシア付近にあたり、 ほとんどジョチウルスの領域を踏襲していると言える。ダイオルダはカスピカイやジョージアなどのコーカサス山脈の北、シベリアやカザフスタンの西、ルーシュの南、白、ロシアやクリミアの東にあたる草原地帯に位置し、存在した。つまりは現在のロシア、南部連邦管区に相当する地域である。しかし、その領域はジョチウルスの支配地域と比べて大幅に減少していた。 また、サライは二つあり、一つは今のアストラハンの近く、二つ目は今のレニンスク付近にあった。前者はバトゥサライ、後者はニューサライ、またはベルケが建設したためにベルケサライといって別物であった。トカテムル町のジョチウルス。まだこの頃はクリミア半国やアストラハン半国は独立しておらず、ジョチウルスの解体は初期の段階である。 しかし、キエフの地はリトアニアに脱取されているし、東部の多くの地域は支配権を失っている。この地図では、ノブゴロド国までもが、ジョチジウルスの支配地域になっている。この約100年後には、ダイオルダは成立する。ダイオルダの帝国国旗、タタールの首引き。この絵では、ルーシの領主が、ハーンの前に引っ立てられている。チンギスカンの家系は代々、南ロシアを、 ジョチウルスとして支配してきた。南ロシアの諸国の領主たちに功能を請求し、間接支配を続けて、これを南ロシアではタタールの首引きと呼んだ。また、ジョチウルスの支配層であったタタール人たちは、やがて言語的には、チュルク語系に変化し、宗教的にはイスラム教化していった。15世紀頃には、弱体化により、ジョチウルスは解体と再編成が進行した。 後継政権には、カザフン国、クリミアン国、シビルン国、そして、ダイオルダなどの諸政権であった。この各地に隣立した諸政権は、ロシア帝国に編入されるまで中央アジア等の地域でジョチウルスの名脈を保った。しかし、栄えたジョチウルスも衰退し、のであった。しかし、その中でもダイオルダは、ジョチツエの正当な家系としての地位を保ち続けたので、 あった。近代、タタール人の女性。タタール人と呼ばれている民族たちはダイオルダの、純モンゴル族系住民が祖先であり、現在でもダイオルダの支配地域に広く分布し、生活している。そのうちの一つの民族が、クリミアタタール人であり、彼らはダイオルダ消滅後に形成されていった、クリミア韓国の住民と現地のトゥルク系の民族との、根欠とも言われている。 彼らは、迫害を受けながらも、クリミアで暮らし続けている。その後、ダイオルダの帝国は、ジョチウルスの名脈を1502年まで保った。しかし、アフマド・ハンの死後に起こった兄弟たちの、定型症争い等により、弱体化が極限まで進行してしまっていた。また、しまい、崩壊した。クリミア藩国に、首都のサライを陥落させられ滅亡した後、滅亡させた。 クリミア半国は長くサライを領土に組み込むことはなく、サライはタタール人の手に戻ることはなかった。また、ダイオルダ消滅後に大範囲を保持したクリミア半国も後にオスマン帝国の属国になり、ついに1783年にはロシア帝国に編入された。チンギスカンを祖先に持つモルダビア生まれの文人、学者で、モルダビア公のディミトリエ・カンテミールの姿が描かれた。 ソ連の切手、ジョジウルスの後継政権が立てられた、とものである。リトアニア、ポーランド等に移住し、の民族、等に代表されるように、現地のとなる者も,も現れた。その後の後継政権が、次々とロシア帝国に合併、併合されていった。大半の君主をいただいて存続していた、クリミア反国も弱体化し、ついに滅亡した。しかし、地域では、のであった。 ロシアにおけるイスラム教の分布。ダイオルダ支配地域に多い。基本的には、ジョチウルスの名脈を保った政権のため、ジョチウルスの文化や国政を受け継いだ。宗教的には、イスラム教家がほぼ完了し、ついには王族の文化がイスラム教家するに至った。しかし、領内には、ロシア正教会を信仰する人々や、モンゴル系のシャーマニズムを信じ続けた人々も、 存在した。つまり、領内には、主にがあった。また、前述したように、言語的にもトゥルク化を遂げ、行政命令文書は、以前のモンゴル語から、地元の諸民族の影響を受けて、トゥルク系に変化した。ジョチからダイオルダまでの系づくりミアタタール人。ありがとうございます。